ので、ご自身の環境に合わせてしっかりと布団事情も見直ししていただければと思います。ではお次はすべてのマスを埋めろリポート9です。今日いただいたリポートの中で多く使われているワードを見ていきましょう。今日はランキングこちらでした。リポート9の時間、1位が葉桜、2位が現象、3位がハロです。4位が地、5位がチューリップ、6位がツツジ、7位が初夏、8位がハテナ、9位が花びらとなりました。今日は8位のハテナを当てていきましょう。8位は何が入ると思いますか？どうでしょうか？まだね、こう絞れませんけれども、今日は何が入るかちょっと当てていきましょう。まずは1通目ご紹介します。新潟県のリポート、まだリポートのみです。1通目はリポートのみです。何でしょう？皆さんもシンキングタイムです。桜、春、青空、気温、暑い、なるほど、真夏日、難しいですね。まだ分かりません。2通目見ていきましょう。神奈川県川崎市多摩区、薄曇り、ぼんやり太陽、日差し、閉ざされそう、風がひんやりして涼しいと届いております。こちらも春は見えますけれども、春といったコメントはありませんでした。春は今日ランクインしてるんですね、もともと。いや、何が8位に入るでしょうか？薄曇り、ぼんやり太陽、日差し、閉ざされそう、風、ひんやり涼しい。薄曇りあたりでしょうか？ただ先ほど、先ほどもちょっと薄曇り感は拭えないですね。ぼんやりじゃないと。ぼんやりですか？日差しかなと。天気のコメントですね。おそらく涼しいも入ってたんですけれども、天気な気がしてきました。では3通目見ていきましょう。愛知県北名古屋市、薄曇りの中にぼんやり見えている夕日、風が冷たく感じますといただきました。曇り報告、そして薄曇りと届いております。ぼんやりも確かに入ってるんですね。ぼんやりか薄曇りな気がします。だいぶ絞れました。皆さんはどう思いますか？ちょっとコメントも読ませていただきます。ぼんやりじゃないと。昼の答えは薄曇りでしたと。お、ありがとうございます。昼は薄曇り。じゃあ8位も薄曇り入りそうですか？ぼんやり、ぼんやりじゃないと。ぼんやりだよと。ぼんやりにしますと。ぼんやり結構多いですね。薄曇りかなと。どうでしょう？ちなみに今日はメガポヨン出せますか？お、では行きましょう。レオメガポヨン。お。薄曇りかな？ぼんやりじゃないと。結構割れてますね。いや、でもおそらく、日中が薄曇り入ったとするなら、ムーンでも入るんじゃないでしょうか。一番の最大ヒントですね。ということで、薄曇りにちょっと回答していきたいと思います。では見ていきます。正解は薄曇り。正解こちら。さあどうだ。やっぱりアフタヌーンで薄曇りが入るんだったら、ムーンでも入りそうですよね。いや、連敗ようやく脱出しました。結構最近ずっとね外れていたんですけれども、今日は皆さんのおかげで薄曇りを選ぶことができました。ありがとうございます。では改めてキーワードを確認していきましょう。今日体感が入らなかったんですね。
今日こそ入りそうだなと思っていたんですけれども、意外と入らずに、この時期のチューリップやツツジのリポート、あとはこう初夏や薄曇りの報告でしたね、うん、初夏は1個入ったんですね、うん、ナイス助言でしたね、とありがとうございます。正解することができました。さあ、リポート9は1位から9位まで発表していきました。いや、今日は皆さんのおかげの優勝でした。ありがとうございます。